こんばんは。社民党参議院議員福島みずほです。共謀罪が衆議院の法務委員会で強行採決をされ、今日本当に残念ながら衆議院の本会議で通過をしました。みんなでこれに大きな声で抗議をしていこうではありませんか。法案はデタラメだし、答弁もデタラメです。こんな通過を私たちは、国民は許さない。その声を大きく上げていきましょう。国連のプライバシー権に関する特別報告官、この共謀罪に関してプライバシー権の担保がない、担保が書いてない、担保が取れてない、そして基本的人権の問題について懸念を表明し、その文書を安倍総理に送付をしました。質問状が総理大臣に対して出されたわけです。その通りではないでしょうか。それに対してひどいことに菅官房長官抗議をしました。この特別報告官、プライバシー権に関する国連の特別報告官、再度文書を出しました。これも当然ではないでしょうか。日本政府は国際的組織犯罪防止条約のためにこの共謀罪が必要だと言い、どうして国連の言うことをさっぱり聞かないんでしょうか。戦前、国際連盟を脱退した当時の政府とそっくり、自分たちの言うことだけ何にも聞かない、そんな政府ではないでしょうか。プライバシー権に関して担保がない、基本的人権に関して懸念がある、その通りです。共謀罪は話し合っただけで罪になる、そして準備行為がだけでも、これは犯罪でも何でもありません。まだ何も法益侵害は発生していません。誰も被害に遭っていません。話し合っただけなんです。それを処罰する277、いや317という対象犯罪、とんでもありません。なんで窃盗罪は未遂しかないのに、予備もない、そして予備もないのに共謀罪成立なんでしょうか。建造物損壊罪は未遂も予備もありません。でもなぜ共謀罪が成立するんですか。予備罪があるのは刑法、特別刑法で37個しかありません。予備よりずっと手前の共謀罪で、なんで277、あるいは300以上の犯罪なんですか。共謀罪を処罰するためには自白を強要するしかありません。そして2つ目、共謀の段階で、あるいはそれよりずっと手前の段階で監視をすることが必要となります。私たちは自由です。この社会で自由を犯す共謀罪、どんなことがあっても成立させてはなりません。共謀罪、あまりに早く成立する、あまりにたくさんの監視社会、最高裁でGPS 操作が違憲、違法となりました。令状を取れと、任意操作では GPS 操作はできない、それを最高裁は言いました。でもこれ以前に警察は GPS 操作も尾行も任意操作だとしてやってきたわけです。共謀罪が成立してたくさんのたくさんのことが任意操作だという名目でされる、監視される、そんな社会はごめんです。 LINE もメールもまさに共謀の手段となります。だったら LINE だってメールだって事前に見る、それ以前に見る、監視をする、そうなることは必然です。盗聴法も去年拡大を拡充をされました。屋内盗聴が必要だ、そんな声も当時ありました。私たちはそんな監視社会はごめんです。治安維持法が成立するときに
純真な人々には適用されない、そう言って新聞の見出しにもなっています。一般人は対象にならない、そんなことを信じることはできません。森山副大臣は、法務副大臣は一般人も対象になると言いました。そして嫌疑がかかった段階で一般人ではないと答弁をしました。すべての人は嫌疑がかかれば一般人でなくなるんです。だったら全ての人が対象ではないでしょうか。共謀罪がある社会は自由な社会ではありません。共謀罪がある社会は凄まじい監視社会、凄まじい自白強要の社会、そして密告を奨励する社会です。安倍内閣はなぜ今共謀罪なのか、秘密保護法を作り、戦争法、安保関連法を強行し、盗聴法を拡充し、そして今共謀罪、安倍総理は2020年までに憲法9条を変えて施行すると宣言をしました。まさに戦争する国、戦争のできる国、そのために人と人とのコミュニケーションを妨害し、人と人がつながることを妨害し、そして鍵括弧国策に声を上げる、政治に物申す主権者の行為を恐れていると思います。だったら私たちはこの共謀罪、何としても廃案にしなければなりません。今日衆議院で本会議で通過、しかし明日参議院の本会議にこの共謀罪はかかりません。木曜日も本会議はありません。金曜日以降になります。皆さん、一日一日、一秒一秒、一秒一秒、共謀罪の成立が遅れて、審議があればあるほど、この共謀罪の問題点が人々に広がっていくのではないでしょうか。だから私たちは、この共謀罪の問題点をとにかく広げていく。成立、冗談じゃない。一日一日、この共謀罪の成立させないで、一つ一つにかけていこうではありませんか。ベトナム反戦、ベトナム戦争があるとき、ベトナム反戦運動華やかなりし頃、当時アメリカ、シカゴで民主党大会があるときに、シカゴ7、反戦運動をやる人たちが、なんと、暴動罪ですね、の共謀罪で逮捕をされました。ヒッピーやラジカル学生組織ブラックパンサー、みんな逮捕をされ裁判になります。裁判で無罪が確定します。シカゴ7のこんな言葉があります。もし戦争を止めるという共謀があるのであれば、その共謀に参加をしなければならないというものです。皆さんどうでしょうか。この日本でも共謀罪を止めるという共謀があるのであれば、それに参加をしなければなりません。憲法9条を改悪して、そして戦争できる国にする、それを止める共謀があるのであれば、みんなそれに参加をしていこうではありませんか。共謀罪、どんなことがあっても成立させてはならない。そして安倍政権が最も恐れていること、人々がつながり、人々が声を上げること、そのことこそやっていこうではありませんか。民主主義は勝つ。民主主義は皇帝のように元首のように振る舞う独裁政治に必ず勝つのだ。私物化する政治などごめんです。森友学園、加計学園、政治の私物化ではないですか。こんな政治を私たちは許さない。私たちが声を上げつながることで共謀罪を廃案にし、未来を作る、そのことにかけていきましょう。力を合わせていきましょう。野党は共闘し、そして一人でも多くの市民とつながっていきたい、そう思っています。
一緒に頑張ります。頑張りましょう。ありがとうございます。